はい、どうもセリカです。はい、回していきます。いやね、一体は欲しいなと思っております。動画外でも回してるので、結局200連ちょっとは回してるんですけど、出ない。変装スキンね、一個でもいいので、お、久しぶりに来た。一個でも欲しいんで、回したいんですけど、どうしようかな。ガン回しすると、ドツボにはまるので、まあ、どうしようかな。今回も100連ちょっとでちょっと様子見て、出るか出ないか。ちょっと細切れで回そうかな。出ないんだもん。はい、30連目。あれ？風の民がめっちゃ来るようになった。あんだけ来なかったのに。これは来るか？これは来るのか？来るのか？40連目。来るか？お願いします。いや、なんでもいい。おお、君じゃないけどね。なんでもいいって言ったのは、鉄球か、トイレか、ロッカーか。よく考えたらさ、糸目くん、一番かわいそうじゃない？星1の中でも、一番、ねえ、ちょっとかわいそうな感じじゃない？リーゼントくんはまだ、ねえ、鉄球だから、なんかまだ強そうだからいいし。いや、ひどいの来た。あー、どうしようかな。70連目かな、今。何十連目だ？糸目くんめっちゃかわいそうだよね。来たー！丸刈りくんに続いて来てる。やったー！これ300連ぐらいかな、来たの。来た来た、ロッカー来た。いや、ありがとうございます。来たか。来ましたね。ロッカーはちょっと、いろいろ試してみたい感じですね。よし！ありがとうございます。どうしようかな。ちょっともうちょっと欲出して。本当のとこ言うと、鉄球が結構気になってる。鉄球欲しいなぁと、思ってたりする。で、トイレが本当かわいそう。糸目くんかわいそすぎるよ。かわいそすぎる。いや、私アプリゲームあんまりやらないんですけど、こんな、こんな切ないスキンあります？遊びの中で。トイレから顔出してるってめっちゃかわいそうだよ。はい。どうしよう、あと30連。ちょうど100連今終わったっぽいので、前回と同じ130連で、まあ2体は来ないか、鉄球かトイレか、と思ってるんですが、あれでもいいよ。あの、かまいたちと、なんだっけ、ロボットみたいな。うん。来る気配はないらしい。ラスト10連でいきます。いや、でもロッカー来てくれたのはちょっとありがたい。ありがたいですね。さあ、うん、来ない。来ないね。はい、動画を見てきました。ふう。了解です。はい、出ないとは思ってましたが。じゃあ、ロッカースキン、せっかく出たので、これで遊びたいと思います。え、すごいんだけど。ちょっと、激しくない？ロッカーパタパタ。目がチカチカするよ。え？こんな早いの？まあ、歩く一歩につき一回開閉するっていう。うわ、激しいスキンだな、意外と。はい。じゃあ、ちょっとペットも外して、日付も変わっちゃったんですけど、ロッカースキンで遊びたいと思います。ちょっとね、私、名前をね、名無しにするやり方、わからないので、点1個。これ限界。点1個でやってみたいと思います。お！マンモスがいる。私ね、まだトイレと、鉄球にね、出会ったことがなくて、そもそもあんまり、プレイ自体できてないんですけど、いないかー。おお、あ、待って、ずれちゃうのか。そうか、正面向いて止まるには一歩ずれちゃう感じ。そうか。入ってみる？ちょっと何このスキン、すごくない？あ、邪魔邪魔邪魔。ちょっとごめんなさい。いや、すごいな。あ、出された。いや、すごいスキンだよ。全く一緒かな。うわやばい、ロッカーがやばいよ。まあ、どのスキンであってもね、引き戻しはまだ、バグとして残ってるんですね。正面、お、そういえば持ってなかった卵。正面向いて壁にこうピタッとするのはちょっとスキン的には難しいのか。ここら辺なんかありそうだ。前ありましたよね、ここにロッカー。でもね、後ろ向いちゃう、壁にベタ付きすると。でも遠目から見たらロッカーですよね。正面向くとこのぐらいの位置になっちゃうな。後ろ向きだもんね、これね。あー、ちょっと使いにくい。後ろも扉だったらね、なんとか。うわー！
何何何何で引き戻された。今ロック入ったっけ私。危ない。待ってよ、なんか試したいんだけどさ、やっぱ位置がずれちゃうね、横に並ぶと。あれ、この石像何、この石像何貫通するんだけど、この石像。あ、この辺微妙に違和感違和感がある。あ、ボットしかいないか、すり抜けるね。いや、私ね、石像スキンが欲しいよ。それこそ足が生えてて、石像からで止まるとジャンってこの状態進むときは足でとことこ歩く的な、そういうスキンの方がいいな。これね、惜しいな。背中もロッカーだったらなんとか。違和感違和感すごい。後ろ向いちゃうんだよね、壁にベタ付きすると。だから本物に並べない。でいっか、ガスマスクちょっともらって。変なスキン出すよね、すごいよね。もう何回もいいけど、糸目くんがかわいそすぎるあのスキンうんちスキンとか隣にいたらだいぶかわいそうだよ。 OK、 でもこの辺かな最終。ここらな気がする。違和感だな、ロッカー自分で。うわやめて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 、2人ここやばいな、3人って散らばったら。おー、マンモスが抜けてった、すごいな。 OK、 いったロッカーみんな貫通してくよ、ロッカーを。すごいよこれいや、異様な現象だよ。ちょっと見えないどっち回りしてんのか。ここだよね、貫通してく。すごい好きだなこれ。中が丸刈りくんっていうのが会議で決まったっていうのはちょっと面白い感じ。待って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 、見えなかったよ。はい、そんな感じでキャリーちゃんおめで。いや、トイレと鉄球がどうなるのかちょっと見たいんですけどね。あ、トイレいる、トイレいる。あ、いなくなっちゃった。落ちちゃったかな、いなかったね。鉄球はどうなるんだろう、本当に出会いたい鉄球スキンの人と。このさ、虫尾くんとさ、ロッカースキンの大きさの違いねどういうこの縮図でやってんのか。あ、いいですね、このステージ。脱獄ごっこさんとのコラボと、マイゼンシスターズさんのコラボも10月12日までだったので、コメント結構いただいて、昨日始めましたとか、いう方が結構多いので、イベントでまだ間に合いますので、名前を、マイッキーさん、善一さん、キャリーちゃんっていう名前で、一回プレイするだけで、この特別スキンもらえたりしますのでね。で、青銭も結構もらえたりするので、ぜひガチャを引いて特別スキン入手してもらいたいと思います。本当にありがたいことに、初めて見ましたっていうコメントも結構いただけて、ありがとうございます。特化からのルートでたどり着いていただけたんだと思います。いや、なんかちょっと色違わない？遠いからかな。なんか本物と私の偽物と、なんか色が若干違った気がした。気のせいかな。すごいよね、このスキン、本当に。謎すぎて。まあね、騙せるのはプレイヤーさんと、まああんまり熟練された方はね、ロッカーの位置も把握済みなんで、最近始められた方か、青鬼感染。最近始められた方の青鬼感染なら、騙せるかな？という感じですね。鉄球がこの辺にあったらだいぶ、お！面白いんですけど、混乱出たよー。混乱が本当に嫌だ。これマークついちゃったらもうあれだね。偽物も何もないね。バレちゃう。名前をいくら極小にしても、アイテム取っちゃダメだ。ねえ。よし。この辺な気がしてさ、もうちょっと向こう行きたいんですけど、ちょっとこの辺で。宝箱開け続けるだけで終わりそう。あ、いいなー、スターとスター。あー、私もやりたい。やりたいですよね。月と太陽のスキンが出たら、スキンじゃない、ペットが出たら、親子でこう歩きたい。うー、出てる。だから変な話、こういう、なんていうの、今あるスキンがちっちゃくなってペットになるっていう可能性がありますよね。だからゴリラのめっちゃちっちゃいペットとか、タヌキのめっちゃちっちゃいのとかがペットになると、星さんとかで。あ、あれ、ボット部屋？違うよね。青逃げ、ありがとうございます。ちょっとペットの星さん。期待したいと思います。はい、動画見て
来たよ、裏ステージ。ちょっとね、めっちゃ下手くそになってて、もともと上手じゃないんですけど。なんかめっちゃちっちゃかった、今ロッカー。行きますか、ロッカースキンで、裏ステージ。いや、このステージやだ、手遅いけど。待ってよ、すっごいやりにくい、この、一マスちょうどにいる感じ。え、なんかすっごいやりにくいな。ここで、こっちで読んどきたくて、手遅いから、やりやすいんだけどな。よいしょ。あっ大きい声出た、ごめんなさい。間違えちゃった。はい、失敗です。はい、ということで、10月12日まででスキンとか、シーズンとか変わっちゃうと思うので、あとちょっとですね、頑張って、私もふこちゃんまだなので、また狙いたいと思います。はい、ということで、一応なんとかロッカースキンが出ましたというところで終わりにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらまた見てください。それではまた、バイバーイ。